古典の批判的処置に関する研究とは、土佐日記を事例として、日本古典文学の原本復元の方法を論じた学術書。1941年2月刊、池田機関著。全3巻。池田が東京帝国大学に提出した学位請求論文であり、第1回日本文学報国会全国文学賞を受賞した。池田機関は、古典の研究方法として、程度批判と高度批判の2段階を仮説し、まず、その第1段階として、本文批判の理論体系化を基とした。そこで、芳賀弥一がドイツから導入した文献学の方法を、日本古典文学研究に付縁し、田本上京が古典中最も良好である、土佐日記の木貫之自筆本再建のプロセスを例として表したのが、古典の批判的処置に関する研究である。池田は本書で本文批判の方法論を確立したとされた。本書により本文批判、文献批判、本文系譜、謗本などの学術用語が定着したといえる文献学的研究の基本文献である。協力者に池田の校弟、松村誠一、新井信之、萩谷木、及び助手兼秘書の木田園子の4名を要して作成されたことが知られ、実質的に池田は単独執筆というより総監修者というべき立場にあった。このことは後年萩谷木がこの書の核心部分とも言うべき第2部方法論における代筆担当箇所を具体的に萩谷自身の執筆原稿と池田の添削レートを示しつつこれを証言している。さらに翌1942年10月、十数年の歳月を傾けた筆勢の大著、高位源氏物語全5巻を完成させる。戦後、新たに稲賀啓二、石田常二、小山敦子らを協力者に加え、全著、高位源氏物語に、作為運編、解説編、資料編、図録編を増補し、源氏物語、大成全8巻として、刊行。有力伝本内の異文を比較検討して古典作品の原型を明らかにする本文批判を基軸とした文献学的研究の実践と理論体系化を徹底した。池田はこの後高度批判としての古典の鑑賞を理論化する予定であったが、その逝去、1956年、昭和31年12月により志半ばで中絶した。三好幸男は本書の方法を援用して、筑馬書房版、明治文学全集、北村東国集の本文工程のあり方を論じたが、谷沢栄一に論争を挑まれて、完膚なきまでに論破される。その影響は、本書の再評価に及び、また1984年には、土佐日記の藤原為家自筆の写本が出現したこととも相まって、1990年、約50年ぶりに復刊されることとなった。萩谷木、歌合巻発見と池田機関先生、その1、その2、水茎古筆学研究所1994年3月10月。ありがとうございます。